ガレージ友吉です。たびたび動画止まってすいません。この中にね、テレビデオが、昔流行ったやつがついてますんでね、このねブーメランアンテナですねも、この車にはついてます。はい、まあ色がね、ガンメタなんで、この色は僕も気に入ってます。はい、であとこれね、アリのキットで、71のマーク2ですね。もうこれもね、ちょっと携帯でね調べながらあの色を塗ったりとか、このねヘッドライトの周りですねとかのやつもちょっとね細かいんですけど、それもちょっと参考、携帯で動画でね、動画とか 画像ですねを参考にして、作ってます。はい、でまあこのまあ中ね見えないんですけど、この黒い部分は本間もんのフィルムです。はい、スーパーブラックよりちょっとなんか濃いやつですね。はい、で、この色が小豆色で、座席が、ブラウンですねにしてます。はい、とりあえずね、こんな感じでちょっと、スポイラーついてます。はい、でホイールもね、こんな感じに、なってます。こんな感じですね。はい、後ろもこんな感じですね。はい、こんな感じになってます。はい、まあこれ、先ほどのマーク2ですね。で、あとこのさっきも言うたかもわからないですけど、アドバンのね、急にレウィンですね。はい、これもね、内装がこんな感じになってます。はい、消火器とかもついてますね。はい、こんな感じになってます。まあ、後ろからもね、こんな感じになってます。まあちょっとしたね、まあ紹介でした。まあ前々から作ってた紹介で、やってます。で次ね、ちょっとこの33のグランツーリスモですね、セドリックを作っていきたいんですけど、これが箱では前期になってます。でも僕は33でも、後期の方にちょっとやりたいかなと思ってます。このバンパーのね、ハザードのところかそういうやつを後期型にしてみたいと思います。ちょっと、パテで埋めたりとか、手を加えて、やりたいと思います。はい、まあそんな感じで、ね、まあ着々とやってますんで、これは前に作った、僕がちょっとマシっていうか、まあ僕が気に入ってるプラモデルたちですね。はい、まあそれではまたね、次のプラモデルとか、ちょっと違う、ことも考えてますんで、プラモデルだけと違ってちょっとね違う方向に、YouTube 動画をね載せれるように、頑張っていきたいと思いますんで、まだよかったら、見てください。それでは今日は
お疲れ様でした。ガレージ友吉でした。バイバーイ。